星歩夢役をやらせていただいております星野源です。今日は最後までよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。新田さん。はい、新田真剣佑です。今日はお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。浜辺さん。はい、モンジュール役をやらせていただいております浜辺美波です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ここからは引き続き吉澤社長にもお付き合いいただきます。吉澤社長、お願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、皆様がご出演されている新 CM ですが、発売から1ヶ月が過ぎました。星野さん、周りの方々からの反響いかがでしょう？いや、すごい反響があって、すごい CM だねっていう話をいろんな人にしてもらいます。あれはどうやって撮ってるのかとか、いろいろ、あとキャラクターが本当にいっぱいいるんで、あの好きなキャラクターが出てて嬉しかったっていう声もありましたし、だからこれからどうなるのっていうのも含め、すごくみんな楽しみにしてくれてるのが嬉しかったです。うわ、なんだかもう皆さんワクワクしてくださってるのが伝わってきますよね。では新田さんの周りの方々、どんな反響がありました？街で声をかけられることが多いのですが、その時にドリマラ大好きですとか、SNS 楽しみにしてますとかの声がたくさんいただけるので、本当にありがたいなと思います。街で声をかけちゃう方いるんですね。なんかドキドキして声かけられない気がしますが、よく街で、はい、出現してます。あ、そうなんですね。あ、でもすぐ分かりそうな気がします。あ、本当ですか。いや、もう目がキラキラしていました。ありがとうございます。じゃあ浜辺さんはどんな声聞かれました？私はツイッターとかよく拝見するんですけど、そこでそれぞれのキャラクターがツイッターのアカウントを名前で持ってるのもあると思うんですけど、すごくそこで反応をいただいて嬉しい気持ちになることが多いですね。それこそこう、もんちゃん頑張ってとか、そういうのもすごく嬉しいなと思って見てます。いや、なんかこう、みんなが応援してくれてるなっていうのが自分の内から伝わるのが嬉しいですね。嬉しいですね。わー、たくさんの声聞いていただいております。吉澤社長、嬉しい声がたくさん届いていますね。そうですね、本当にいろいろな方にですね、ご好評いただいているようです。本当にありがとうございます。で、私もですね、実は全くどういう次に展開になるか聞かされてないんですよね。もう社長だから教えろとかっていうと、まあ、そこはなかなか教えてくれなくてですね、まあ、私も本当にこれからの展開が本当に楽しみです。まあ、そういう楽しみにしている一人です。おー、もうみんなワクワクドキドキが止まらないといった感じなんですが、実は今ね、お話の中にも上がりました、キャラクターたちが今日この会場に来てくれているんです。ドニマルコスモフモンジューロキャラクターたちご覧になって、浜辺さんいかがですか？やっぱりこのマペットたちは動くと本当に可愛くって、もっと可愛さが増してですね、もうやっぱこのモンちゃんの動きとか、いや、本当にたくさんの方に見ていただきたいですね。本当に愛くるしいです。いや、もうみんな触って触ってと前のめりになっているんですがモンジューロもやっぱり嬉しそうですね。さあ、そして新田さん、もうドニマルに手出しちゃってますが、かわいいですよね。本当にいつも癒されているよ。本当にもうもじもじやったーってことですけど、もう一心同体になれましたかね？そうですね、一心同体になれるように、そしてこれからいろんな方々に知ってもらえるように頑張ろうね。ということで、もう本当に必死に新田さんを見ている姿がもう紳士で可愛いですね。さあ、星野さん、はい、ドニマルコスモフモンジューロ登場しました。プロデューサーとしていかがですか？いやコスモフがずっとこっちを見つめてるのがすごい面白いですね。僕はその星 P という役で、お二人は一緒に映るってことがないんですけど、そうですね、僕はこう一緒なんで、なんか本当に生きてるキャラクターだなというのを実感してます。なんか本当にこうやってなんかアクションするとちゃんとこう気持ちが通じ合ってるように動いてくれたりするので、
かそういう生き物としてのキャラクターっていうのがどん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 こう皆さんにも広がっていったらいいなと思います。その気持ちでさらに、ね、プロデュース業も頑張っていただきたいと思うんですが、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあドニマル、コスモフ、ボンジューロは引き続きステージで一緒に過ごしてもらいます。みんなよろしくね。さあここからは本日発表させていただきました新商品についてお話を伺っていくことにいたしましょう。吉澤社長、今回ハイエンドから2機種発売となりました。改めてどういった特徴があるんでしょうか。はい、Xperia と Galaxy Note ですけれども、まあ、Xperia XZ3 はですね、やっぱりその、まあ、ソニーさんということもありますけれども、まあ、ブラビアですよね。それで培ったその技術、まあ、そういったものに関して非常に鮮やかな色彩ということで、まあ、引き込まれるようなですね、まあ、そういった非常に美しさがあるということですね。で、Galaxy Note 9の方については、まあ様々なその使い方ができます、まあ、特にS ペンが付いているということで、まあ、この使い方が S ペンの使い方がさらに今回は広がってですね、まあ、手書き文字を書くだけでなくて、まあ、いろいろなS ペンそのものがカメラのシャッターで使えるようになったりというようなことで、ちょっと使い方がまた新しくなったということです。本当にもう進化が止まらないといった感じがするんですが、ここで星野さんに一つお願いがあるんですが、今回今お話がありました機能を使っていただいて今日参加が叶わなかったコスモフ役の長谷川博さんへメッセージ写真を撮って送りたいんですが、はい、よろしいでしょうか。ぜひぜひ。では撮影をちょっと担当していただきます。お願いいたします。さあということでやってまいりました。では皆さんちょっとぐっと中央にお近づきいただいていいでしょうか。さあではインカメラになってますからね、カメラを見ていただいて、そして S ペンお持ちいただきましたので遠隔で撮影できますよ。はい、キャラクターもしっかり入ってますので、はい、じゃあ皆さん少し、はい、あ、ちょうど大丈夫ですね。はい、では撮影をしていただきましょう。あ、じゃあちょっと位置を調整しましょうか。ありがとうございます。はい、では笑顔でお願いいたします。これ撮っております。もうすでにいいですね。なんかみんながワイワイこうして集合写真を楽しんでる風景っていうのが、ここだ、カメラここです。最高ですね。じゃあもう一度いきましょうか。はい、チーズということで笑顔でお願いします。はい、ということで普段ね皆さんから写真を撮っていただくんですが、ご自身でこう集合写真をお撮りいただきました。ありがとうございます。さあでは続いてなんですが、浜辺さんには紙に書くような滑らかさで画面にメモなどが書けるのも特徴ということですから、この写真に長谷川さんへのメッセージ書いていただきましょう。じゃあちょっと新田さんにマイクを預かっていただいて、ありがとうございます。持っていただいてる。じゃあなんて書かれるのかな。じゃあ皆さんでちょっとね撮った写真をどれがいいかなということでちょっと選んでいただいてますので、いや、いいですね。こうしてみんなでワイワイ選ぶのも楽しみの一つですし、本当にたくさんの方々で選べるこの楽しさ。あ、後ろでマペットたちも、あ、何やら言ってますね。写りちゃんといいのあるかな。うんうん、みんなで相談しながら選んでくれてますよ。さあそれでは選べましたらその写真にメッセージを書いていただきましょう。長谷川さんに対するメッセージということで、さあなんとお書きになるのかも楽しみです。さあで、ここでは今何が書いてる間に、はい、何でもないです。今色とか選んで、あ、色も選びながら色をね、いいですね。さあ今回ね出席が可能になったということで、今ペンの太さを選んでます。結構こだわってますね。いや気になるな。色を選んでます。色を選んでいただいて、これもちろん後ほど皆様にもご覧いただくんですが、長谷川さんにもしっかりとお送りしますので、さあ書けたようですね。ではマイクをお持ちいただいて皆様にお見せいただきます。さあそれでは完成しましたでしょうか。書かれちゃったこのままで渡しちゃっていい。はい、わあ、なんかすごい
お、はい、出ましたよ。では浜辺さん、お手元の端末もちょっと皆さんに見せていただいていいでしょうか。いや、ありがとうございます。本当にちゃんと操作をしていただいて、横向きで見せていただきましょうか。はい、大丈夫ですよ。なんかこだわりがすごいですね。一番後ろにあるんじゃないか。はい、さあこちらです。ということで、ではマイクはお持ちいただけますでしょうか。ありがとうございます。では浜辺さん、メッセージ、ちなみに何とお書きになったんでしょうか。はい、私はコスモフファイトと書かせていただきました。コスモフファイト、多分コスモフです。長谷川さんは今関西の方で頑張っていらっしゃると思うんですけれど、私自身いつも拝見させていただいていて、毎朝の楽しみでもあるので、とにかくお母さんにお気をつけてという気持ちを込めて、このみんなで応援する気持ちが少しでも伝わればいいなと書きました。ちなみに S ペンの使い心地はいかがでした。あ、もうすごく書きやすくって、もうそれこそ紙に書いているかのようにスラスラっと書けたので、結構思いを込めて書くことができました。わ、いいですね。もう気持ちも伝わります。星野さん、実際に撮影をされていかがでした。いや、なんだろう、すごい反応が早くて、すごい撮りやすかったっていうのと、あとなんか撮影とか、例えば現場で結構みんなで、じゃ集合写真撮りましょうみたいな時あるんですけど、やっぱどうしても手を伸ばして撮ると画角が狭くなっちゃうんですけど、これだと大人数でも撮れるなっていうのはすごい面白いなと思いました。本当ですよね。なんか使い方の幅が広がります。新田さん、ご覧になっていていかがでした。それこそ集合写真なんですけど、誰か撮ってもらうにしても誰か一人かけるわけじゃないですか。そうだね。誰一人かけることなく、それに画角に入れる、画角の中に入れるっていうのが嬉しいなと思いました。本当ですよね。なんかこう撮った人だけが顔が大きく映ってしまうということもないですし、なんかこうみんなでちゃんと綺麗に記念撮影ができるというのはとっても嬉しいかと思います。この写真もちろん長谷川さんにお送りするとともに、ドコモの SNS アカウントでも公開予定です。楽しみにしていてください。さて吉田社長、本日は特徴的な形の新機種も発表されていましたね。はい、ですね、先ほどもちょっとしましたけど、名刺入れから出すというカード携帯ですね。本当に名刺入れから出すわけですけれども、本当に持ち運びしやすくですね、シンプルで、まあ、そういったものを欲しいというお客さんもいるになるわけです。まあ、そういった声の要望があって企画したもの端末で、もうまさに名刺入れから出していただきましたけれども、本当にこうコンパクトでありながら機能面もしっかりと充実した商品ということで、なんとこちら世界最薄最軽量なんです。せっかくですからゲストの皆さんにもお持ちいただいて、ちょっと感覚を見ていただきましょう。さあ浜辺さん、これおしゃれ女子にも喜んでもらえそうですよね。いや、もう本当に軽いです。おしゃれ女子、ちっちゃなバッグとか持つじゃないですか。ああいうのにも入れて持ち運びできるので、小さいカバンにこれとお財布と入れてお出かけできるなと、すごい便利だなと思いました。いいですね。じゃあ、はい、新田さん持ってみてください。どうですか。軽いです。セカンド携帯にもとても楽な軽い携帯だなと思います。本当に軽い、はあ、じゃあ星野さんも持ってみてください。ここまで小さく軽くなりました。すごいですね。もう実はさっき後ろでちょっと遊ばせていただいたんですけど、電話だけじゃなくてメールもできるし、ウェブも見れるんですよ、これ。だからこれこんなちっちゃくて軽いのに、もういろんなことができるのはすごいなと思って。メールはSMS ですね。はい、それができます。SMS すごいですよね。さっき マッケンの写真を出して遊んでました。パッと見ると僕のプロフィール写真が机の上にあって、びっくりしちゃった。面白かった。もうすごい綺麗ですよ。ありがとうございます。使いこなしていただいてますけれども、吉澤社長、こう皆さんにこういい感想を言っていただけると嬉しいですね。そうですね。今だいたい使い方もおっしゃっていただきましたけど、浜谷さんもおっしゃってたように、本当に小さなカバンだとか軽装で出かけた時ね、
やっぱスマホは割とあれですよね、まあ、ちょっと邪魔とは言いませんけれども、軽装の時なんかは本当にいいですし、まあ、お仕事用ということで2代目というようなことで活用いただければというふうに思います。はい、ぜひ多くの方にご活用いただきましょう。さあ、最も薄く最も軽いというこの見た目の特徴があるこのカード携帯にちなみまして、ゲストの皆さんには自分は最も丸々だなと思われることを伺ってまいります。まずは浜辺さんからです。自分が最も丸々だな、どんなところでしょうか？私は最もインドアを愛しているなと思います。インドアを愛している。あまり外に出歩かない？出歩かないですし、こう一人でお家の中で時間を潰すのがすごく大好きで、それこそ動画を携帯を使って見たりとか、そんなテレビを録画してあるもののドラマをだったり、バラエティをずっと見てたりとか、なんかそういう一日って時間って進むのゆっくりだなって感じながら、一日休みの時期を潰すのが大好きで、本当に愛しています。はあ、もう今の発言にドニマルがもう慌ててしまって、そう慌てすぎっていうぐらい慌ててちょっともう撫でてあげないとちょっと落ち着かないぐらいでしたね。何に対してそんなに本当なの本当なの、もうドニマル外に出るのが大好きだからね。そっか、真逆ですね。そうなんですか。じゃあ後で出かけの魅力をドニマル教えてあげてくださいね。はい、さあでは続いて新田さんの自分は〇〇だなというところをお願いいたします。僕は最も現場で写真を撮る人間だなと思います。はあ、もうパシパシと皆さんと、そうですね、あとはもちろん何だろう、作品ごとのメモリーだったりとか、あとはファンクラブやってるのでのための写真とかよく撮ります。じゃあこう手軽にスマホで綺麗な写真が撮れるっていうのは、もう真剣さんにとってたまらない技術の革新ですよね。はい、はあ、これからもたくさんいい写真撮ってください。撮ります。楽しみにしております。さあそれでは星野さんの自分は最も〇〇だな。そうですね、自分は最も、なんだろう、クレープを愛していると思います。クレープですか？甘いものが好きなんです。意外です。クレープ特に好きで、原宿で並んで買ってますね。並んでですか？マッケンさんがすごい驚いてますけど。美味しいんだよ。大好きなんですよ。あ、本当？あ、じゃあ気が一緒に並ぼうか、じゃあ今度一緒に並んでください。一緒に並んで二人が並んでたらなんかすごいことになりそうですが、中にクレープの中の具は何がいいとかあります？僕チョコバナナ、チョコバナナ大好きです。いい、美味しいよね。でバニラアイスもちょっと入れたいです。普通ここは女子がこう盛り上がると思ったんですけど男子二人で盛り上がっちゃいましたね。本当美味しいよね。本当に美味しいです。美味しいとこあるんでちょっと後でぜひ一番知りたいのに、ドニマル一番知りたいのね。はい、ありがとうございます。ちょっといや、なんだかね、皆さんの意外な一面垣間見えました。さあ続いてなんですが、吉田社長、昨年6月から開始されましたドコモウィズ、大変好評いただいているようですね。本当に多くのお客様にですね好評いただいておりまして、先月9月ですね、300万契約を本当に突破して、まだまだ順調にというか伸びております。はい、ということで改めてドコモウィズについてご紹介お願いします。これドコモウィズは対象端末、今9つ今回3つ増えてなりましたけれども、スマートフォンをご購入いただくと、その毎月ですねずっと1500円割引になります。これはずっとなんですね。2年経ってから高くなるということじゃなくて、ずっと1500円割引ということで、ベーシックシェアだとか、シンプルだとか、そういったものをですね組み合わせていただくと、例えば、家族3人でご利用の場合は毎月ずっと1人当たり1980円からご利用いただけますということで、はい、すごいですね。家族3人で利用の場合1人当たり1980円、もう非常に魅力的だなと思うんですが、皆さんの中にも一級パの CM ご覧になったことある方いるんじゃないでしょうか。そこで本日はゲストの皆さんに一級パにちなみまして、私の一級パということで、浜辺さんにはイ、新田さんには旧、星野さんにはパについて考えてきていただいております。では一級パの並びに合わせてご移動いただきましょう。浜辺さん、こちら側にお願いいたします。星野さん、浜辺さんの位置にお願いいたします。
さあ、それではフリップをお渡しいたしますので順に発表していただきましょう。まずは浜辺さんからということで、浜辺さんには一級パドイいいと思ったことを発表していただきます。それでは参りましょう。浜辺美波のイ、はい、私がいいと思ったのは呼び名です。ほうほう、この呼び名というのは、私はあのボンジュロー役をやらせていただいてるんですけど、結構のんちゃんって呼ばれるとすごく嬉しくって、そういう親しみのある呼び名で呼ばれるといいなと思って、だからホシピーとかそういうなんか呼び名があればいいなと思いますね。星野さんもなんだか嬉しそうですが、後ろでモンジュローがなんかもう真っ赤になってますけれども、ちょっともう一度呼んであげてもらえます？モンちゃん。いやー喜んでますね。呼び名っていいですね。なんか近くなりますよね。そうなんですよね。だからすごく憧れがあっていいなと思いました。わー素敵です、はい、では続いて新田さんの一級パド9なんですが、キュンとなることを発表していただきます、はい、新田真剣佑の9。僕の9は動物です。ほうほう、動物、ね、うん、最近なんだろう、 SNS とかで動物を見るのが大好きで、あれを見てると時間が飛びます。いつの間にか、あ、寝る時間だってなっちゃいますね。あ、でもね、後ろでドニマルがちょっと焼きもち焼いてるんじゃないですか。動物のように愛らしいということで、ドニマル見てもキュッとなりますか。でもドニマルは最初に見た時からキュッとしてます。すごい、すごい。いやー、ここまで驚くのはなかなかないですね。本当にドニマル良かったね。見つめられてちょっと嬉しそうですけれども、ありがとうございます。さあ、最後は星野さん。星野さんには一級パのパの部分、あ、はい、パッとやりたいことを発表していただきます。そうですね、みんなで、この CM のみんなでパッとハワイに行きたいですね。パッとハワイに行きたい。お願いします、お願いします。ぜひハワイロケをお願いします。ロケですね、はい、ちょっとプロモーションの担当者と、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここですごい要望が来たのでちょっとびっくりしちゃいましたけれども、ハワイ、すいません、いいえ、ハワイ好きなんです。でなんかみんなで行きたいなと思って、なんか撮影中もすごい和やかっていうか楽しい現場なので、こうきっとハワイに行っても楽しいのではないかと思っております。希望として伺っておきます。お願いします。ありがとうございます。さあ、ということで皆さんからさまざまお話を伺ってまいりました。まだまだお話を伺いたいんですが、最後に一言ずつメッセージいただいてまいりましょう。では吉澤社長からお願いいたします。はい、私何度もこの席でも言ってるんですけれども、私ども本当にお客様にですね、やっぱり満足をしていただくということが、どこも一番それが大事だと思います。期待を超えるですね、やっぱりその驚きと感動、そしてお客様のそのもっといい未来というか、それにつながる取り組みを進めてまいります。これからもですね、 NTT どもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。浜辺さん、お願いします。はい、一級パ1980円からというすごくお得な料金ということで、スマートフォンを使えるドコモビズということで、対象の機種も続々と増えていると伺ったので、学校のクラスメートの子とか仲がいい子にもたくさんお勧めしていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もうまだ学生さんなんですもんね。そうなんです。今日もちょっとテストやってきたんですけど、はい、お疲れ様です。みんなにもよろしくお伝えください、はい、です。ありがとうございます。では新田さん、お願いします。はい、先ほども写真撮ったんですけど、写真撮影の新機能や軽くて薄い機種などたくさん増えていて、僕も本当に驚きました。これからもどんどん機能などのある新商品が出てくるのも楽しみにしています。そしてドニマルとみんなとどんどん楽しんでいければいいなと思っています。ありがとうございます。では最後、星野さんからお願いいたします。はい、新 CM が開始してから1ヶ月が経ちまして、周りからもすごい面白いねと言ってもらってすごく嬉しいんですが、これからも星プロダクションみんなのストーリーがですね、
どんどん面白くなっていきますので、ぜひご期待をして、あといろんなキャラクターだったりいろんな、コラボレーションとかもありますので、ぜひ皆さん、CM を見ていただいて、これからも、ドコモそして、星プロダクションよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう皆さんのこうど真ん中で応援してもらえるよう私たちも応援しておりますので、よろしくお願いいたします。以上トークセッションでした。では引き続きゲストの皆さんへの代表質問へと移らせていただきます。吉田社長ありがとうございました。ドニマルコスモフモンジューローもありがとう。バイバーイ。またね。またね。それでは代表質問を始めさせていただきます。では立ち位置のご案内をさせていただきますのでお願いいたします。